ナルト店、これすごい人気あるんですよ、ナルト店。ナルトはですね、私の義理の息子が作者なんです。長女の旦那さんなんです。マリオは1999年から15年間週刊少年ジャンプで連載された、ご存知、大ヒット漫画。こちらのおかみさんはその作者岸本正史さんの義理のお母さんなのです。なんと偶然にも岸本さんが遊びに来ているそう。テレビにはめったに出ないご本人が登場。何やってるんですか？何もやってないです。もう連載が終わって柔道日なので。大金持ちでしょ。いえ、全然そんな。何巻出ましたっけ、ナルトって。何巻だったかな、72、3巻でしたからね。え、累計発行部数とかどれぐらいなんですか？2億部ぐらいです。やらんないよこんなの。2億部ですか？2億部ぐらいだったと思います。プラスたまに来て、たまにここで食べて。ここ何が美味しいんですか？どんどん焼き。ああ、じゃあちょっとお母さん、どんどん焼き。どんどん焼きができるまで2億部を売り上げた漫画家と芥川賞作家の奇跡の対談が実現。次のプレッシャーとかかかるんじゃないの？次はやっぱりプレッシャーになりますね。前に書いたものを超えなきゃって、ほとんど自分で縛りをね、作っちゃう、その辺がやっぱ難しい。